株式会社赤鳥は、福島県須賀川市に本社を置き、かつて百貨店やスーパーマーケットを経営していた企業である。法人としては現存しており、大型小売店事業からの撤退後、法人名を吉田孝さんに変更している。1905年にメリアス製品、洋傘店として創業。1967年に中町に、 百貨店の赤鳥居ショッピングデパートを開店し、1976年12月に、地上を5階地下1階の大型店に増改築した。1981年10月27日には、モータリゼーションに対応させ、郊外の塚川市森宿にショッピングモールの赤、鳥居グリーンモールを開業。1996年には、マイカルの傘下に入り、店舗の名称を、 同社の店舗ブランドを採用して赤、鳥居スカ川崎店へ変更した。1998年3月に経営基盤の強化を図るため、同じくマイカル参加だった元宮町の成田屋と合併し、マイカル福島が発足。この時点で、須賀川市と元宮町に4店舗を経営していた。2000年1月10日に公害店進出で売り上げが低迷していた。 中町の赤鳥居を閉店して、須賀川さてに営業の本拠を移転させた。マイカルの破綻を受けて2003年3月1日に、マイカルグループから離脱して、社名を赤鳥居に戻すとともに店舗名も赤鳥居グリーンモールにして、再び地場資本の小売企業として自立した経営に移行した。2004年3月9日に須賀川店をスーパーマーケット赤、 鳥居中町店として営業を再開させて中心市街地で店舗周辺の商店街の活性化を目指したが商店街のコミュニティが崩壊して足並みが揃わなかったことなども影響して集客や売上が伸び悩み再開から1年余りの2005年5月31日に再び閉店した同年11月9日に中町店の土地と建物を 1> 約1.1億円で、須賀川市に譲渡して2007年から、総合福祉センターとして活用されることになった。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響で建物に、甚大な損傷が発生しながらも、震災後一時営業を再開したが、安全的見解から4月29日をもって閉店し、パートを含む従業員、約150人は、 全員を解雇して、小売企業としての営業活動を事実上休止した。閉店時には新店舗の開設後に、積極的に再雇用する方針としていたが、2012年に、ヨークベニマルやホーマックなど5店舗が入居する、フレスポスカガワグリーンモールが、赤トリーグリーンモールの跡地に開業することを発表し、同社自体が直営で大型小売店事業を再開しないことが表明。 2013年9月20日に赤鳥居グリーンモール店跡地に複合商業施設フレスポスカ川グリーンモールが開店した。なお、大型小売店事業からの撤退後、法人名を吉田興さんに変更。現在はスカガ市、カジ町に用品店マイショップ赤鳥居として規模を縮小して営業している。いずれも解体されており、現存しない。ありがとうございます。